ジャック・フィリップ・コルュニは、フランスの医師、植物学者である。著書として、パリ近郊の植物の研究所、パリの植物ハンドブックや、セントローレンス側から、ルイジアナ地域の植物の研究所、カナダの植物がある。生涯を通じて、541の種の記述を行った。カナダの植物の図版は、ピエール・バレが描いた。カナダの植物について記述したにもかかわらず、 一度も、新大陸を訪れたことはなく、植物標本は、フランス王、アンリ四世の庭園やパリ大学の医学部の庭園で、植物栽培したベスパズイアンロバンフシア、パリで多くの園芸庭園を所有するモラン家から入手した。北アメリカ東部の30以上のそれまで知られて、いなかった植物の記述し、図を示し、南アフリカの植物も紹介した。 カール・フォン・リンネも植物の種の中でコルニュの著書から引用した。シャルル・プルミエによって、シソ科のコルヌチア族に懸命された。コートナットは植物の学名で命名者を示す場合にジャック・フィリップ、コルニュを示すのに使われる。ありがとうございます。